な。ああ。で、どんな人を面談になってんだよ。京都から女宗師の岸田敏子ってやつが来るんだ。へえ。女宗師がね。生活の諸問題に対して男女は機会均等でなければなりません。私はあくまでもこれを主張します。この道は険しく、私たちが一生費やしてもたどり着けるものではないかもしれません。でも誰かがまず第一歩を踏み出さないでは、我々女の自由は永久に参りませんからね。川の上まで解散を命じてくるなんてバカな話だ。よっぽど血迷ってる。石田先生って立派なお方ですわね。ああ、苦労した人だ。ねえ、いつ東京いらっしゃるの？明日で親父の四十九日も君明けですから、すぐにも帰ろうと思います。東京へ？だってお父さんやお母さんがお許しになりますか？それは許さないに決まってますわ。私東京の新しい空気の中で勉強がしたいの。それあなたのおそばにもいられるし。お困りになるの？ご両親に僕たち二人の約束のことをまだ話していないし。主人は要は殿様じゃご主君じゃ、大切にご奉公申して親孝行せないかん。奥様、これでおいとも。
体に気をつけてね。はい、ありがとうございます。あ、お千代ちゃん。どうしたの今頃。お嬢様、お帰りなさいます。実はお別れに参りました。どうかしたの？お嬢様には小さい時からいろいろ可愛がっていただきましたが、東京の方へ働きに行ってくれます。まあ、東京へ？いつまでも遊ばしておかれませんもので。さあ、千代ちゃん、ご挨拶をしなさい。お嬢様、長いことお世話になりました。ごめんくださいまし。さあ。ただいま。お母さん、千代ちゃんはどうして働きに行くんですか？いい子、今頃までどこに行っとったんじゃ。女が遅くまで出歩いてどうするんです。それでなくても近所ではお前のことをとやかく言ってるじゃないか。早瀬さんと岸田先生のお話を聞きに行ってたんです。何、岸田、しつけ泥棒と銃刀という暗銃刀の岸田か。バカめ、昔ならキャツは一刀両断に接すべきやつじゃ。だいたいお前が早瀬直という銃かぶりした男と付き合うのがいかんてんじゃ。おい、橋家まだかい？もうすぐ来ますよ。うん、あ、おっかさん、まつめさんがわしが事情を受けた。うん、はい、失敗することないからさ。お願いいたします。お願いいたします。あ、しっとった体に気をつけて。ついたら手紙を起こすんだよ。